説明会聞いた時に怪しいなって思うぐらい安いと思っちゃったんですよ。選ぶのは相手なのでいいと思うものを提案していくのはすごく重要だなっていうのを体感してます。皆さんこんにちは。今回はファスティング専門家のですね、入江さんがインスタ6600フォロワーで月商72万円を売り上げた秘訣というテーマでお話をしていきたいと思うんですが、入江さん本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今の活動内容業種を教えていただいてもよろしいでしょうか。私今健康の専門家として個人の方にダイエットのサポートですとか体質改善、あとはメンタルの改善のために栄養指導をメインにファスティングという体の毒素を抜くための専門家として活動をしています。ファスティングってね、はい、今すごい需要がね高まってきていて、もう僕もね2年前から定期的にやったりはしてるんですけども、ファスティングってね女性とかでもねやっぱ取り入れていきたいとか、経営者さんとかもね最近そういう方多いと思うんですけど、実際このファスティングの今活動とか健康支援っていうところを目指してやっていくときに、弊社の SNS 集客学会に入学いただいたそもそもきっかけってどういったあたりなんでしょうか。ここ最近北野代表の学科に参加させていただいたんですけども、実は2年前くらいに一度説明会を受けたことがありまして、 LINE に登録しまして、 その時の説明会に参加しようと思ったきっかけはネット集客とかほぼほぼしてなかったので、それについてまあしっかりやっていかなきゃなっていう危機感があって、その時は LINE 登録しまして、説明会受けまして、その時は決断できなかったんですよね。基本的にうちの場合って1回の説明会って1回しか参加できないようになってるんですけど、またちょっと違うね別のタイミングでご参加をご決断いただけたっていう、はい、その時はご決断いただけたのはどういういきさつがあったからでしょうか。 YouTube ライブですとか、はい、インスタでの発信とかすごい有益な内容を、まあ、北野代表はされているのを見て、学ぶ前からインスタのやり方みたいなことはマスターしてきたなっていうのがあって、いいで、ね、出し惜しみなく有益な情報を発信されてるじゃないですか、まあ、正直あれ真似てればフォロワーが増えたりとか、うん、リスト取れたりとかをしてたんですよね、うんうん、そういうのがあって信頼できるっていうのが まず一つありましたね。さらに具体的に販売の動線とか構築とかに関してはうちで学んでいきたいっていうところで最終的にご参加をっていうことですね、はい、説明会聞いた時に怪しいなって思うぐらい安いと思っちゃったんですよ。多分僕が当時受けたやつとは違うプログラムだったので受けれたと思うんですけど、全部教えてくれるじゃないですか。もちろんその後の価値付けっていうところと比較した時に金額面的には人によっては高いと思う人もいれば安いって人も人それぞれだと思うんですけど、費用対効果的に安いなと感じていただけてっていうところ、すぐ回収できるなっていうのは感じたので、入学後のちょっと成果ってところもね聞いていきたいと思うんですけど、インスタのフォロワー数と LINE アットのリスト数と、あと売上面的なところをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。インスタのフォロワーは2000くらい増えましたかね、3ヶ月くらいで。今トータルで言うと大体タイトルもあった通り6600くらいです。はい、LINE アットの友達数って今トータルで言うとどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。420とか。あ、いいですね。月商ベースで言うと最高月商いくらぐらい、ね、先月が72万6000。ファスティングだったりとか、あと健康指導とかでですね、トータルの売り上げでこれぐらい受注ベースで売り上げてるということなんですけど、入学前の状況もちょっと聞いていきたいと思うんですけど、入学前の売り上げっても50万60万ボンボン上がっているような状況だったのかっていうとどうですかね。正直ボンボン上がってるような感じではなかったんです。売上波がある、波がある、売上が安定しない状況の時ってもう月商で本当に20いかない月とか10いかない月もあったってことですかね。そうですね、はい、20いかない月はありましたね。その時の入江さんの精神状況ってどういう感じですか。このままだったら生きていけないなっていうのもありましたし、自分の自由のために言うのが独立をする一つのそういう思いがあった中で、どちらも満たせてない、人を幸せにとか人に影響を与えるっていうのもあんまり満たせてないですし、時間もなくなって悪循環ということだったんですね。それが今ではね月商70万を超えてきてね、集客でもある程度やっぱ成功されてきているというところで、入江さんどういうふうにしてその集客うまくいったのか秘訣的なところもね教えていただけたと思うんですが、入江さんのアカウントですね、こちらに表示を今させていただいているんですが、350投稿されていて、コンセプトとかもねある程度初回コンサルとかで作らせていただいて、こういう形で統一感を持って投稿されていると思うんですが、インスタから LINE への集客ベースで言うと何人ぐらい1日あたりもしくは1ヶ月単位でリストは取れたりされますか。で4,50くらいですかね。いいです。今 4,50 取れてきてるってことは、ある程度のエンゲージがさらに上がってきれば月100人とかも全然いけるので、すぐだと思いますよ入江さんの場合は。入江さんが今インスタどういうところを意識されてますか。まず教えていただいた出し惜しみしないというか価値ある投稿っていう
出し惜しみしない価値のあるノウハウを無料で公開すると。今の時代って、この動画見てくださってる方でも、まあ、体質改善の方とか、パーソナルの方だったりとか、コンサルティングの人とか、コーチングやってる人、お教室、店舗、エステ、いろんな人いると思うんですけど、あなたが無料で出さなかったとしても、他の人は無料で出してくるんですよ。お客さんむしろ出し惜しみしていない情報じゃないと、やっぱ価値を感じないっていうところがあるから、まずはノウハウを、うちの学科でも9割、10割出しましょうよってのをお伝えしてると思うんですけども、入江さんの場合とかでもですね、例えば糖質制限のポイントであったりとか、体質改善に関するね、内容が比較的多いと思うんですけど、ためになる情報ですよね、を公開していき、ストーリーとかもうまくね、使われているなと思うんですけども、結構頻度で投稿されてらっしゃいますよね。ストーリーも毎日やるようにって言っていただいて、自分の負荷にならないように、なるべく時間かけずにやるっていうことを意識して。ストーリーではどういった内容を投稿されたりしますか？普通の投稿はこう価値ある投稿で、ストーリーは価値ある投稿を流すんですけど、プライベートの内容とか考え方みたいなのもちょっと出したりみたいな感じですかね。例えば今日はこういうカフェに行ってきました、こういうところで仕事してますとかっていう風景とかを出すことによって、そこにちゃんと入江さんがいるっていう安心感が伝わるんですよね、フォロワーさんに。ストーリーってどっちかっていうと、フィード投稿では公情報だけど、その撮影の舞台裏を見せていくっていうのが結構ポイントなので、ファンカーの経営者向けにいつも発信されていると思うんで、例えばこういう風な健康志向だと仕事のパフォーマンス落ちますよとか、そういう気づきを与えてあげるようなマインドセットとかですね。あと見ててうまいなと思ったのが、ストーリーとかでも毎日ではないと思うんですけど、募集をされてらっしゃると思うんですよね。食事置き換えでも半日でも OK っていうところで、でこういう特典もついてますよ、1週間毎週3名に当たりますよみたいなキャンペーンっていうのも、まあやりすぎは NG なんですけど、定期的にやっぱストーリーで募集してた方がいいですよと。うちの保管受講生さんでもインスタグラムからセミナーとかに月だいたい40人とかストーリーから集客できたりとかもしてるので、こういうやり方もね、非常に効果的ですよと。何か皆さんも募集をしていきたい時とか、ストーリーをね、活用していくっていうのが結構いいかなとは思いますね。入江さんの場合、今アイコン的スーツを着られてね、すごい清潔感のある服装で、落ち着いた服装で権威性のあるようなブランディングができていらっしゃるなと思うんですが、これ写真はあれですか？ご自身で撮りに行かれたんですか？カメラマンの方に。カメラマンに撮ってもらったのと、アイコンを自分なりにやってたんですけど、本社のコンサル受けてアドバイスいただいて、そこも微修正ができたっていうのも大きいと思います。コンセプトはバリバリ働く経営者のための健康×年収アップコーチ。ご自身の実績1万人超えに情報発信、実績指導数200名以上、1級断食食事士、最年少上級講師っていうね、肩書きと、そのアカウントフォローすることで得られるメリット、こういう超健康術が学べますとか、メリットを提示して最後プレゼントをしっかりと書いてあげる。というところで、インスタはね、やっぱ長くても、マックス5行以内で簡潔にね、プロフィールをまとめてあげるっていうのが非常にやっぱ重要だったりしますよね。インスタから LINE アットにね、リストを集めて、LINE で販売をして、最後に具体的にどういう風な販売の動線に落とし込んでるのかっても聞いていきたいんですけど、 LINE に入ってきてから個別相談ですか、それとも Zoom の説明会とかになってるんでしょうか？個別相談ですね。 LINE 通話による個別相談とか Zoom もしくは LINE ですね。 LINE アットの配信で気をつけてるポイントとかっていうのも聞いていきたいと思うんですけども、この動画見てる人でも個別相談集まらないんですって人結構いると思うんですよね。そういった方に向けてもし一言アドバイスするとしたら、どういう風な配信を心がけた方がいいと思いますか？知識の部分はインスタでやっているので、教育の必要性っていうところは逆に LINE で、リストを取っている LINE の方で配信をしていって、とにかくリストが取れてない時からもしっかり提案をしろと言っていただいたのが売り上げ上がっているところなのかなって思うんですよね。今は必要ないんじゃないかな、こっちの思いを入れるんじゃなくて、提案はしてみる。選ぶのは相手なので、いいと思うものを提案していくのはすごく重要だなっていうのを体感してます。動画見てる人でも、いや、私今20人しか LINE あった友達いないからとか、いや、100リスト集まったらね、ちょっと個別相談募集しようっていう人いるんですけど、いや、今からやってくださいよっていう話なんですよね。僕の場合は昔初めてコーチングでやった時に、20万円の受注いただけた時のリスト数って大体21人ぐらいのお友達数だったんですけど、一定数欲しいと言われるお客さんっている可能性もありますし、提案しないってすごいもったいないんですよね。万が一断られてしまったとしても、この人には自分の商品合わなかったんだってお互いにとって確認をすることもできますから、提案とかっていうのはリストがあんまり多くない時からもどんどんやっぱやっていった方がいいですよと。あとやっぱなぜ今やる必要があるのか、まあ、イレースの場合であればなぜ今ファスティングをやらないといけないのか、ファスティングをやることでどういう風なメリットがあるのかとか、あとは他社比較っていう考え方で、イレースさんのところで商品を買うのと他の会社で商品買うのどういう違いがあるのみたいな、ここもやっぱ事前にお客さんに伝えてあげることによって適切な購買の判断基準を与えてあげることにもつながりますので、そういったところで一気に差別化をね、測っていったりとかすることがあるので、他社比較と今なぜやる必要があるのかの教育、そして個別相談募集は1件2件でもね、これも練習なので量積んでいくっていうのが非常に重要であるというところですかね。最後ですね、入江さんその配信も非常に上手ですので、概要欄からね、入江さんの LINE のリンク貼っております。こちら登録いただくとですね、 LINE プレゼントで経営者が
成果を作るための毒素診断レベルプログラムあるそうですので、これ無料でね、いただけるということで、僕らの体の体内にあるその毒素、まあ、今どれぐらいなのかっていうのをね、それを抽出するための最終手段がファスティングということになるので、まあ、これね、結構面白いんで皆さんもぜひ登録してね、チェックしてみていただくといいんじゃないかなというふうに思います。入江さん、本日はね、お時間いただき本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、皆さん今日もね動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE ではこちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社が Instagram 累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した今最新の最も熱い Instagram を使ったノウハウの講義動画や LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきたそのマーケティングのね本質をまとめた累計150分相当のですね動画講義っていうのをね無料でプレゼントします。さらに今だけ弊社をね出させていただいている書籍、こちらもね無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいてプレゼントもねゲットしてみていただければなというふうに思います。そして私の YouTube ではですね日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。